だい。なんか今一つ飲み足りないな。どうだい、一つ菓子を変えて飲み直すってのは。お、いいね。よし、今夜はトラになるぞ。ガオー、マスオトラになる。派手にやられたもんね。おかげですっかり酔いが冷めたよ。酔っ払ったトラが猫を踏んでシラフになったか。冗談を言ってる場合じゃありませんよ。そうよ、だいたいこのところ二人とも忘年会忘年会って飲みすぎよ。少しは自重していただかないと。はい。おはよう、フグタ君。やあ、おはよう。ああ、どうしたんだい、その傷は。それが、ゆうべ野良猫にやられちゃってね。そりゃ、災難だったね。わかるわかるよ、フグタ君。アナゴ君。猫は猫でもエプロンをつけた猫だろう。たくさん食ったっていいさ。ゆうべ遅くなって、サザエさんと一戦交えたんだろう。誤解だよ。そうだったのか。ごめんよ、僕が誘ったりしたから。だから違うって。皆さん、今晩何か予定があります？何の用だい？もしかして飲み会のお誘いかい？正解！テニス部の打ち上げなんだけど、メンバーが足りなくて。テニス部か。フグタ君は行かないよ。悪いことは言わない。今日はまっすぐ帰った方がいいって。アナゴ君、なんとか言ってくれよ。じゃあ参加は僕と酒井君ってことで。いや、そんな。僕だけのけものか。そうだ、僕も誰かを支えばいいんだ。やっぱりこの時期急には無理か。みんな盛り上がっているっていうのに。お、焼き鳥か。はい、すいません、今夜貸し切りでして。ここでもか。じゃあその傷私がやったことになってるの？否定はしたんだけどね。ひどいわ、私のイメージが台無しじゃない。むしろ姉さんのイメージそのものだと思うけど。カツオ。ちょっとした誤解なんだから、いずれわかりますよ。それはそうだけど、僕もそれまではおとなしくうちで晩酌するよ。虎になることもないってわけだ。パパは虎さんになれるですか？そうだよ。ガー、怖いだろ。かわいいです。ねえ、虎になるってどういうこと？知らないのか。身近にいい例があるじゃないか。カツオ、変なこと教えないで。はい。そりゃとんだぬれ犬だな。でしょ。ねえ父さん、どうしたらいい？わしに聞かれてもな。僕にいい考えがあるよ。カツオ、まだ起きとったのか。お寿司を待ちながら対策を練ってました。それでいい考えって何なの？うちにマスお兄さんの同僚を呼んで忘年会を開くんだよ。アナゴ君と酒井君をかい？そこで姉さんがおしとやかにもてなせば誤解も解けるんじゃないかな。それはいい考えね。でしょ。明日は早速二人を誘ってみるよ。宴会？お宅でかい？今夜にでもどうかな。ああ、特に予定はないけど。お邪魔しても大丈夫なのかい？もちろんだと思う。サザエもぜひって言ってるんだ。ただいま。おかえりなさい。サザエくん、妻のサザエだよ。いらっしゃいませ。ああ、本日はお招きに預かりまして。お待ちしてましたのよ、アナゴさんも。さあ、お上がりになって。乾杯。それにしてもすごいごちそうですね。なんてことありませんわ、私お料理が趣味ですの。こんなおしとやかな奥さんがいて、フグタ君は幸せだな。まあ、そういう酒井君の奥さんだって偉いじゃないか。そうだよ、飲んで帰っても怒られたって話は聞かないし。まあね。それなら今夜は気兼ねなして。あ、さあさあ。お姉ちゃんご機嫌みたい。この計画にしてよかったろ。うん、ごちそうも食べられるし。毎日忘年会でもいいです。
のは分かってないですよ。男は飲むのも仕事のうち。そうそう、酒は社会の潤滑油、コミュニケーションならぬノイニケーションってね。そうだそうだ、サザエ、とっくりが開いたよ。サザエ、お酒。お父さん、どんどんやりましょう。まあ、そうだな。坂井君、そろそろ帰った方がいいんじゃないのかい。奥さんも心配してるだろうし。平気平気、うちに帰っても誰もいないから。奥さんは一回帰っちゃった。毎晩飲んでたら手紙置いて、母ちゃん、酒はほどほどにするから帰ってきてくれ。坂井さん、ちゃんと帰れるかしら。大丈夫だよ、穴子くんがついてるし。それにしても知らなかったわ、男の人って酔うと虎じゃなくてカラスになるのね。どういうことだい。坂井さん、母ちゃん母ちゃんって泣いてたわ。そうだね。治った、すっかり傷も消えた。まあ、坂井さんの奥さん帰ってきたの？ああ、それで今夜お祝いの席を設けたいんだけど。いいわよ。へえ、本当かい。おめでたいことですもの、あなたも存分に楽しんでらっしゃいよ。さあさあ。いやー、今日はありがとう。そーら、脱ぎ出した。いよいよあの癖が出たね。さあ、どんどん飲みましょう。いやー、落語のジュレームの話知ってる？知ってるわよ。知れた、社員旅行の余興、それで行こう。教えてよ。ダメよ、芸の道は辛いのよ。すぐ師匠気取りになるんだから。マスオとやかましさん。それどこで覚えたんだい？リカちゃんの絵本ですよ。へえ、最近は落語の絵本があるのか。タラちゃん、パパにも教えてくれないか。いいですよ。まあ、しょうがないですしね。パイプ、パイプ、パイプ。パイプです。ああ、ごめんごめん。パイポ、パイポ、パイポの。なった。悪いけど、タラちゃんに弟子入りしたからね。マスオさん、アナゴさんから電話ですよ。はい。フグサ君、社員旅行なんだがね。余興の練習中？それどころじゃ、女の子たちが参加したくないって言い出して。なんでまた急に？君、女の子たちにやかましさんが参加するのを言わなかったそうじゃないか。アナゴ君が言ったんじゃなかったのかい？君が言ってると思ったんだよ。困ったな、旅館予約しちゃったのに。やかましさん？掃除のおばさんで、本名は山梨って言うんだけど。口うるさいからやかましさん。人はいいんだけどね。ああ、そんな洗い方じゃダメダメ、もっと心を込めてやらなくちゃ。まったく近頃の若い子と来たら。ちょっとフグタさん、どこ行くの？得意先周りですが。お得意先にそんな汚れた靴を履いてったら失礼よ。脱ぎなさい。そろそろ出かけないと。男は落ち着きが肝心よ。確かに煙たい存在だな。まるで姉さんとお母さんが合体したみたいだ。なんでそこに私たちが出てくるのよ。お母さんは間違ったことは言ってませんよ。そのおばさんも同じじゃない。だから誰も反論できないんだけど。僕だってそういう人と旅行に行きたくないよ。幹事としては頭が痛いよ。あ、フグタさん。おはようございます。ちょっとこっちへ。あ、何ですか？実は恥ずかしいお願いがあるのよ。社員旅行のことですか？ええ。は？はやはやはや。うちのサザエにですか？私がやかましさんの旅行用の服を選ぶの？いつか会社に来た時のサザエの服装を見て、センスのいい人だと感心したらしいんだよ。
何がおかしいのよ。姉さんはセンスのいい人だなって。何ですかセンスって。おしゃれな人のことよ。ママはおしゃれです。責任重大だね。まあ、とっても若々しく見えますわよ。フグタさんのセンスがいいから。頼むよ、やかましさんは、福田くんが責任を持って、うるさいことを言わせないようにするから。アナゴくん。本当ですか？福田くんは、やかましさんに信頼されてるからね。現に今日も奥さんがやかましさんの服を選んでやってるんだ。まあ、奥様が？そう、ついでに旅行の心構えも言い聞かせてると思うよ。おいおい。福田くんの奥さんは、パワーがあるからね。この風太くんを見てればわかるだろう。そう言われると、どうする？風太さんを信じます。いやー、めでたしめでたし。調子いいんだから。やかまし、いえ、山梨さんはこういうとこよくいらっしゃるんですか？とんでもない。何年か前に息子に連れてきてもらっただけですよ。その時大事な方を招待する時はここにしようって決めましてね。私が大事な人？ええ、フグタさんの奥様ですもの。今度の社員旅行に誘ってくださったのもフグタさんなんです。そうでしたか。お帰りになったらお伝えください。幹事さんにご迷惑になるようなことはいたしませんって。アンズルよりも産むやすしか。あとは余興の心配だけだね。あ、タラちゃんは？もう寝たわよ。また私の弟子になる？なんなら僕がマジック教えようか？マジックね。千円札を使うのかい？そう、このお金をパッと消してみせます。まずは小さく折りたたみます。うん、はい、こんなに小さくなりました。これをズボンのポケットに入れます。はい、千円札は消えました。ポケットに入れただけじゃないか。じゃあお調べください。ノイ、もう一度やってみる？カツオ、ズボン脱いでポケットの穴を縫ってあげるからね。ポケットの穴？そこか。ネタがバレたか。うわぁ、綺麗な海。こんな海を見るのは新婚旅行以来よ。ひょっとしてその帽子も新婚旅行の時の？ええ、主人が元気だったら一緒に来れたのにね。ではそろそろ余興に。まずはフグタ君から。あ、僕は準備不足で。はい、私がフグタさんの代わりをやります。山梨さんが？土壌すくいやったの？亡くなったご主人の得意芸でね。それでみんなともすっかり打ち解けちゃって。いい社員旅行だったようですね。アナゴさん、ネクタイ曲がってるわよ。どうも。あんたたち青い顔して朝食抜きなんじゃないの？時間がなくて。おはようございます。フグタさん、靴は磨いてきましたけど。奥さんを大事にしなさいよ。へい。